野菜のセリって好きですか？あ、食べたことないかも。名前聞いたことあるけど見たらわかる。絶対見たらわかる。まあでもそのぐらいのね知識なわけじゃないですか。うん、で実はそのここのね青森県の弘前市っていうところには400年以上も前から栽培されてるセリがあるんですよ。うわー、それをね今日は押していこうじゃないかと。ほー、なるほど、すごい格好してるよ、おりんたち。そうなんですよ。で今日はその収穫も体験してみようってことで、はい、これ着ないと無理なってこと？そうです。だってどうやって栽培されてるか知ってます？いやー、いや、わかんない。草って聞いたから。はい、行きますよ。はい、こんにちは。こんにちは。こちらはどうも。今日紹介してくれます山田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうそっちにいる。お試合とか絶対なしなさい。それはもうダメです。はいよ、せーの。うわー、うまい、うまいよ。うわー、うまい、うわー、やばいやばい。ね、なんか圧迫、圧迫、圧迫。何これ何これ何これ。歩くコツとして、かかとを上げるようにして歩くと歩きやすい。怖いこと。ダメー、動けないんだけど。絶対嫌だから。ジャボンとかはどうも。助かる、助かる。意味わからん。深いなくなった。お、すごい、ここめっちゃ深い。抜けなくなってる人いる。山田さん、はい、これがセリですよね。はい、これがセリでございます。すごい、綺麗、綺麗、緑で、いっぱい、可愛い。この一丁田セリってのは、うん、なんかこうどんな特徴があるとかってのあるんですか？うん、湧き水が豊富なんですよ。うーん、結構岩木さんからの、 あの湧き水がこう豊富に湧いてるとこで、その水を使って作られてるこのセリっていうのはやっぱこの一丁田セリの魅力かなって思います。絶対美味しい。これ結構天然記念物レベルな、まあ、魚だったりね、それにもいたりするから。え、ここに？いるいる。ここに？うん、そんな肥料とかね、私使ってもないし。すごい。いや、怖い、怖い。今の流れかな。今の流れでそれはさすがに怖い。それないかな。やっぱそういう風な環境があってこのセリってできてるかなって思います。うわー、素晴らしい。ここからもうちょっと見た目的にも寒いような感じで私、まあ、やってみるんで。どういうこと？ということ、こういうことです。うわーシーズンになれば、もう水の中にこう4時間ぐらいは水入ってるから、でも体も悲鳴上げてくるんで。うわー、でもう水の中入っちゃった方がラブっていうことで、こうやって撮る。すごい、何それ選手とのラブぐらい水と生きてるんじゃない？ちょっと撮ってみたんだけど、おー、きれい。このぐらい根っこがいるんだよね。長い。長いの。うまく撮れるかな。そう、根っこを切らないように探りながら撮っていく。難しそう。おお、すごい。ごっそり撮る。ごっそり撮る。これこんな感じで。わ、すごい。まあ、これ慣れてくればこんな感じで撮るんだけど、ここからはもうなんだろう、泥を取っていく作業になってくる。へえ。で、ゴミついてないかで。お、すごい、きれい。よく見るやつだ。すごい。で、こんな感じで撮ってます。じゃあ、ボン、いけますか。じゃあ、ボンしたい。せーの。あー、すごい、椅子に座ってるみたい。そう、意外と、ね、意外とバーって尺がないと思うんだけど、ヨギボンみたい。まあ、まあ、長時間やってれば意外にこう、お尻もついちゃえば、ここから入ってくる。後ろから入ってくる。膝立ちみたいな感じをイメージしてもらえれば、ちょっといいかな。頑張ろう、頑張ろう。美味しくもらった。私も思った、めっちゃ漏らしてる。漏らしたかと思った、今。あ、猫いる。ある。そこをさっき教えてみたように、こう、クニ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 って、かき上げてもらえれば。怖いなブジブジってる感じ。そうそう、ブジブジっていいんだよ。その下の猫の最初はちょっとずつでいいですか？ちょっとずつでいいです。取れた。お、ぐるぐるぐる。オッケーです。オッケーです。取れた。はい、上手でございます。おいしそう。食べたい。ドキちゃん、頑張。
取れる気が、時がやってくれないとこの撮影終わんないんだよ。え、本当になんかダメにしたらどうしよう、セリ。大丈夫、それはときちゃんが食べてくれたら大丈夫。食べます。大丈夫だよ。一気に違う、ちょっと取れてない、その時初セリ収穫これ。やったじゃん、ちゃんと取れたじゃん。難しいね。セリのいい香りする。うん、もしてる。うん、それでは皆さん、取ったセリを使って、はい、もう早速戻ってセリ鍋しましょう。やったー。みんなが取ったセリでセリパーティーです。やったー。じゃあ行きましょう。はーい。もうどうすの。なんかさ、赤ちゃん重心取れないのわかる。どっちに行っていいかわかんないのよ。今日は寒かったのでセリしゃぶを皆さんに、提供しようかなって思ってます。やったー、はい、まあ、これさっきね、みんな取ってきたのをちょっと洗って束ねておきました。すごい、はい、これはだし？だし、鶏ガラをベースにした、もう本当に鶏ももしか入ってない。うわー、もうこれだけでもなくて、いい香り、おいしいんだよ。いい音です。いい香り。セリの匂いって結構独特っていう人もいるんだけど、好き、好き、食欲そそられてる。いや、それ嬉しいな。ご飯も食べたくなってる。ご飯、ご飯ちょっと食べようと。ご飯あるよ。いきます。もういい香りしてたじゃん。マスクできるかな。広崎っていう寒いところの土地の環境もあって、うん、こんなに歯応えがセリになります。うまっ、新鮮すぎる。いいね。うん、根っこの方は甘いと思うんだけど、葉っぱはちょっと香り強いが、うん、すごい、ちょっと違う。鼻に抜ける香りがすごい、うん、シャキシャキだ。めっちゃ美味しい。やっぱ鍋って寒い中でやるのが一番美味しい。じゃあ甘いでしょ。うわ、めっちゃ美味しい。確かに美味しいです。まさかそこに入れてくれたのか。実はもう一品ね、セリってこうやって火通しながら食べるっていうのがごく一般的にここではね知られてるんだけど、ちょっとおしゃれな皆さんへのご褒美として、美味しそう、生ハムで煮たセリをちょっと作ってみました。めっちゃ美味しそう。ワイン飲みたい。飲みたいね。食感最高。じゃあ行きました。ダメだ。イタリアン。よかったね、生ハム。こんなさ、自分引き立ててさ、しかも美味しくしてくれるさ、人と出会えてよかった。セリに出会えて多分喜んでますよ、生ハム。それでは今日のまとめです。じゃん。はい。400年以上続く一丁田セリは農家さんの忍耐強さあってこそ、温かいセリ料理を食べて今年も寒い冬を乗り切ろう。イエーイ。その通り。上手だね。まとめるの毎回褒めてくれる。なんかこうリンゴの作業で剪定とかは今までこのね、あれ番組でやってきましたけど、水ってなかったじゃないですか、うん、水の中に入って。確かにね。それをね、今日体をね、身をもって実感できたので、これから食べるセリは多分もっともっと美味しく感じると思います。根っこがあることに感謝しないと。だってもしかしたら山田さんがさ、ブチッとかやってたらさ、俺たちこの根っこ食べれなかったわけじゃん。そうですよ。感謝です。感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
今日も動画を見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントも、あ、ごめん思いちゃったせーの、よろしくセリ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 あーびっくりしたびっくりしたおーりゃおっちゃんビビったわ。